孝一君、君は精神的にはその男に勝っていたぞ。何？たまげたな。まさかその傷で立ち上がってくるとはな。しかしあのまま寝ていた方が幸福だったのにな。その傷穴から向こう側の景色が見えそうだぞ。いい時計だな。うん。だがもう時間が見れないように叩き壊してやるぜ。貴様の顔面の方をな。なかなか面白そうなやつだな。君の名前とかいろいろ知りたいところだが、ここを立ち去らねばならんのだよ。あと20秒しかない。無駄話をしている暇はもうないんだ。今の君のスタンドだが、すごくパワーが弱かったぞ。ピッチャーフライ取るみたいに簡単に受け止められた。そんなに弱ってて私のキラークイーンのパワーに勝てるとでも思っているのかね。早い。なんだこの速さは。よく見たら、やれやれ、趣味の悪い時計だったな。だがそんなこともう気にする必要はないか。もっと趣味が悪くなるんだからな。顔面の形の方が。なんだこいつのスタンドは。時間でも止められたみたいに早すぎる。オーラーハグラー。孝一君、君がいなければ俺は死んでいたな。よくたった一人で孤独に戦ったと思うよ。尊敬するぜ孝一君。成長したな。